オランダ一部のフロー人間は、現在マンチ、スターシティからのレンタルの形で在籍、テイル DF、板倉浩を、来季も引き止めることをまれ、し、シティとの交渉を開始しているようだ。現、紙、DVHN が30日に伝えた。今シーズンの欧州サッカー、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を見、実施中、板倉は2019年1月に、川崎フロンターレから、ティエ完全移籍した後、フロー人間へ、んたる。2019-20シーズンからレギュラーに定着し、今はここまで、リーグ戦全試合フルタイム出場、いう鉄人ぶりも見せている。そのパフォーマンスはオランダでも、非常に高く評価されてよ。来季は、さらなるステップアップを遂げる子が、確実視されるようになった。シティ復帰は、シーとしても、オランダ上位クラブや他リーなどへの移籍が予想され、フロー人間のただしやクラブ幹部、現地メディアなどからも板を引き止めるのは、もはや不可能だという声上がっていた。だがフロー人間は、来季もクラオチームに残すことをまだ諦めてはいなようだ。マルク・ヤン・フレデルス TD、テクニカル・ディレクターは、シティとの間で交渉を行ってることを認めている。我々としては彼をもう一年、引き止めたいと思っており、そのことについて、ウンチェスターシティと連絡を取っている。期以降も引き止めたいが、各当事者が合意し、ければならない。シティだけでなく、コー自身、彼の代理人もだと、フレデルス TD はコメントし、いる。U24 日本代表でも29日の U24、アルゼンチン大戦で2得点を挙げる活躍を見せ、3-0の快勝に大く貢献したいタクラ。来季は、どこでプレーする子になるのだろうか。りょう。